はい、酒好きな飲酒動画ではありませんが、今回はですね、電子、タバコを紹介したいと思います。禁煙パイポという、下の方にね、URL 貼っときますが、Amazon で2000円ほどで、購入いたしました。有名な、禁煙パイポっていう、シリーズの、会社から、出ているものですね。こちらの、電子パイプっていう商品ですね。USB 充電で、火を使わない、嫌な匂いゼロ、多種多様なフレーバーが楽しめると書いてあります。ということでね、早速、試していきたいと思います。これスターターセット。2000円ぐらいで買える。商品がこれですね。なんか、すごいぞ。電子パイプ、証書。保証書と説明書と書いてありますが。まずは組み立て、アトマイザーを外す。この部分を外して、吸い口を外す。外した。リキッドを、補充する。これですね。メンソールリキッド。これのだいたい2分の1ぐらいまで補充すると。なんだこれ。これへん。キャップの取り外し方。こうか。よし。真ん中の、穴に入れないように、これを、ピューッと、入れていきます。こんなもんかな。半分ぐらい入りました。で、取り付け方、かぶせて一番下まで右回り。そういうことか。よし。で、タンクと吸い口を取り付ける。取り付けます。で、バッテリーを取り付けて、で、これで OK。電源をオンにする。電源オフの状態で電源ボタンを2秒以内に連続で5回押します。これで OK ですね。これで OK みたいです。はい。では、吸ってみます。充電してないんだけど大丈夫かな。オンにし、ライトが点滅し、電源がオフになります。電源がオンになります。オンにし、スイッチを軽く加え、電源を押しながら、ゆっくり、電源を押しながらね、いきます。おー。おほー。おー、すげえ。煙が出る。水蒸気らしいですけど。メンソールだけど、なんかこう、違う。なんか違うメンソール的な、なんか。うん。うん。まあ、メンソールですね。完全にね。喉のあたりスースーする。スースーする。うん。スースーするね。うん、でも、まあ、微妙だな、これな。すっげえ微妙だな。味がなく微妙。で、充電方法ですが、ここに USB が充電器。はい。これがついてるんで、これをバッテリーをこれ一回分解外して、外してここに装着して、で、差し込むと。ガチャッと。よっ。できました。充電器のライトは充電中の充電ライト。充電中の電源ボタンは、白く点灯します。充電が完了したら電源ボタンが消灯しますと。なるほどね。うん、なるほど。うん、OK です。ということで、これは、正直言って、禁煙になるのこれ。なると思えないけどな。まあそもそもメンソールタバコを吸わない人は多分、これろくに、あれ、ろくなもんじゃないと思うけどな。メンソールタバコ吸わない人間にとって、まあ、全くもって無意味なんじゃないか。とは俺は思うんですけど。どうなんでしょうか。ちょっとわかりません。まあ、メンソールまあ、メンソールって感じですね。うん、だからただね、普通にね、クロレッツとかね、噛んだ方がね、いいと思うよ。これ買うんだったら。完全にこれね、買って損したタイプだな、これ。全然、なんか、ただのメンソールだけっていうか、タバコの味も一切しないし、ただ単にミントっていうのが、なんか、こう、口の中に広がるだけ。だから、いわゆるこのパイポって、禁煙パイポってさ、シリーズあるじゃん。パイポシリーズ。これと、何が違うのかっていうのが、よくわからない。ただ口からなんか煙が出るっていうだけの違い。だからこんなんだったら、これ買うんだったらあれです。ガム噛んだ方がいい。メンソール系のね、クロレッツとか噛んだ方が絶対いいです。ということで。これは、あれだね。星一つだな。一つ星。こんなんで禁煙できるとは俺は思えません。ということで、ご視聴ありがとうございました。